アーティギブアップロスケマサとヨガヤカンです。はい、ちょっと今日はみんな違うんじゃない、今のでかつだね、決まってんね、今日決まってんね、就活かな。ということで今回の企画は、はい、ヨガヤンなら模擬面接やってみた。わーわー、やっぱり、まあ、ヨガヤもやっぱりこう大学生だったりとか、まあ20代超えて誰しも面接はね、人生で1台2度は受けると思うんですよ、はい、で、ヨガヤはそのね、ちゃんと質問とかに答えられるのかなっていうのを今日はやっていきたいな。なめられたもんなんして。あ、もう余裕、うん、はい、余裕ですよ、余裕です。まあ、いっぱいセミナー受けてるんで。あー、セミナー、うわ、ここ経験積んでる。すごい、さすがに、すごい大学生。やっぱり今日は、うん、僕、面接者側をやろうかなと思って。あー、なるほど、カウン、なるほど、あ、なるほど、経験してるからね。はい、なるほど、なるほど。あ、じゃあこっち3人を、そうだね、面接してくれる感じでさせていただく、はい、形でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。じゃあ早速、はい、行きましょうか。はい、せーの、やっていきましょう。ヨガヨくん、どうぞ。コン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 、失礼します。どうぞ。コン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 、失礼します。失礼します。よっす、お座りください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず簡単に自己紹介をしていただきたいので、じゃあ右の方から一緒にお願いします。総裁コーチの藤田です。まあ身長169センチ、体重53キロ、よろしくお願いします。身長は166センチぐらい。何が皆さんそこそこやられてたんですか？そうです、僕はサッカー、野球、水泳、あ、すごい、そうですね、病気っす、あ、そうです。何にすごいやられてました？そうですね、全般的に学校の授業でやりました。以上です。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、はい、陸上をはじめ、サッカー、野球とはやったことないんですけども、まあ、陸上をやってました。
回ここで聞いてもよろしいでしょうか。この会社は今に何の活動をするのかちょっと僕は知りたくて、はい、どんな会社なのか一度説明していただいてもよろしいでしょうか。そうですね、我々良い世ならと申しまして、良い世ならダンスボーカルボーイズグループということで、ダンスを全力でパフォーマンスし、全力で歌う、下克上弱者からの逆襲ということで、メンバー全員で力を合わせてのし上がっていこうと。自分の長所と短所を話してるときにちょっと笑ってましたからね。え、うん、ちょっと笑ってましたね。いや、そんなのないですよ。笑ってましたよ。真面目ですよ、僕、はい、ちなみにね、ちなみに短所言ってから長所言ってから印象がいいです。すいません、落としてあげた方が、はい、はい、あの印象がいいと思います。さん、これ、そうですね、ありがとうございます。これがリアルにためになるやつなんですよ。で、圧は、圧はそうですね、ちょこちょこいいなと思ったんですけど、あ、ふざけてましたね、やっぱり。え、ちょっと違うんですよ。ふざけてました。ふざけてました。何だと思ってますか。まあ、正直な話、はい、僕が面接官だったら、はい、もう3人とも取ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ合ってたんよ。え、可能性感じましたか。可能性感じましたし。合ってたな。合ってたわ。疲れたもん、これ寝ようかな。ちょっと一生押し込んじゃいけないんですけどね。あ、シンプルにメンバー好きなんで。ダメじゃねえか。お願いします。骨じゃねえ。すごいね。ダメだよ。ヨガなのに入るな、合格。まあ、ヨガなのに入るのはこれでいいんですけど、まあ、他にちゃんと就職する際は、あの僕らの情報全然正しくないこともありますので、みんな真似しないでください。真似しないでください。全然真似しないでください。面接前とかに本番の見てくれたら嬉しい、はい、あ、確かにです。これで和らいでくれたらね、はい、そういう方はぜひ頑張ってください。はい、はい、ということで皆さん
はい、就活、そして何かここでね、こう面接する機会があったら、はい、頑張ってください。はい、ということで以上、僕たちヨガヤオくんでした。